皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。はい、お元気、霊夢です。コロナが流行ってるけど皆さんお体に気をつけてね。マリサ、芋けんぴ食べる？なんだよ今日は気持ち悪いな。それに芋けんぴパンの耳じゃねえのかよ。私は機嫌がいいのよ。そういや最近脳天に風魔張り刺されて倒れている妖怪見ないな。10万円もらえるんでしょ？10万円しばらく紅生姜の昼ご飯ともお別れだわ。霊夢ちゃん悪いけど、あれは悪いけど何よ、お金なら返さないからね。そうじゃなくて、あれは日本国の話だ。ここは幻想郷。どういうこと？だから外界で住民票持ってないと10万もらえないんだよ。見してみ住民票。住民票、借用書ならあるけど。じゃあ10万円はなしだ。私が何をしたっていうの？ひどいわよ。ひどすぎるわ。はう。霊夢ちゃん、どうしちゃったの？霊夢ちゃん。幻想郷の住民に日本政府は10万円支給しないって教えてやったら、ショックで地蔵になってしまわれた。このまま石化しててくれたら私がレギュラーなのに。こらこら仕方ないな。霊夢の好物のおはぎを買ってきたんだが。ヨウム、お前食うか？おはぎ。あんたたち私のおはぎ食べたらぬっ殺すわよ。おはぎはどこどこなのよ。まったく浅ましいやつだな。だってさ、10万円もらないんだよ。幻想郷に10万円やらないって決めたのあのひょっとこ太郎でしょ。ひょっとこ太郎ってあんた、麻生太郎ってちゃんと名前があるよ。財務省の大臣。なんだから仕方ないよ。なんで仕方ないのよ。財務大臣になるとさ、山ほど資料机に積まれて東大卒の官僚が入れ替わり立ち替わり財政破綻のご説明に来るのよ。それで洗脳されてドケチ大臣に改造されちゃうってわけ。ああ、麻生さんも野党時代は財政拡大派だったのにな。だいたいさ、下々の皆様とか手を挙げたら10万恵んでやるとか感じ悪いわよ。金持ちかなんか知らないけどさ。あの人の先祖の大久保利通はあんたより貧乏だったんだぞ。失礼ねえ、あんたよりとは何よ。でも私より貧乏って相当だぞ。今日はそこから話を起こしていくのだが、大久保は薩摩下級藩士の息子として鹿児島の鍛冶屋町で生まれた。下級藩士といえばそこまで貧乏しなくてもいいんじゃないかな。豪士クラスの家禄なんてビビたるもんだけどな。大久保家は薩摩の上騒動に連座して家禄を停止されてしまうんだよ。もともと生活が苦しいとこへ持ってきて収入源の6が停止されたら厳しいわよね。大久保は西郷と共に青中組という団体のリーダー格になるのだが。青中組？それ何の団体？プロレス団体？なんでプロレス団体を作らにゃならんのだ。青中組っていうのは薩摩藩の若手改革派グループだ。だって西郷も大久保もでかいし、島津成明公の代になると先に西郷の方が出世してお庭番に取り立てられるのだけど。お庭番って何？身分の低い藩士は殿様に直に会えないんだけど、庭の世話をするという名目なら殿様は直に命令を伝えられるでしょ。西郷は成明公の施設秘書のような立場になったのぜ。だけど何？1857年安政5年に成明公が死に、井伊直弼の安政の大獄が始まると西郷は失脚して島流しになってしまうので、大久保さんは前後するように島津久光の囲碁の相手として大久保が殿様に取り立てられていくのぜ。あ、知ってるわ。それドラマで見たもん。奥さんに習ったんでしょ？それはドラマの創作だ。その程度の腕で殿様の相手が務まるか。きっと大久保は近隣で評判の囲碁の達人だったわずだ。そりゃそうよね。下手くそでよけりゃその辺の故障でもいいわけだし。大久保の囲碁の相手の坊さんのつてで殿様がどうしても読みたかった本を探し出して手紙と一緒に殿様に献上したのさ。本探す労力もさることながら手紙入れるってとこが抜け目ないわねー。以後大久保は島津久光公に認められぐんぐんと出世街道を進むことになるのぜ。大久保は無口で不愛想で全然笑わない人だったそうだ。それで以後の達人らしく3手4手と先読みする能力があった。何それ怖い。部下の山本権兵衛の話によると西郷さんのとこへ報告に行くときはウキウキしたそうだが、大久保のところへ行くときはとても緊張して怖かったそうだ。なんで？西郷さんのときはよく話を聞いてくれて。ちょっと蛮族の言葉はわからないわよ。豚骨がどうしたって。蛮族言うな、失礼なやつだな。難しいけどあんたに任せた責任はわしが取るから頑張れって言ってるのよ。西郷さんらしいわね。そう言ってもらえるとモチベも上がるってもんよ。大久保さんはどうなの？
読みが鋭いから書類の隅から隅までガシガシ突っ込まれるそうだ。しかも全然笑わずずーっと怖い顔したまま、で山ほど修正や仕事の追加を命じられるんだ。それは怖い。しかも薩摩人らしく意地をかけたら一文も引か塗ってお方だから結構肩きつくっちゃうんだよね。誤解される要素満杯だもんね。でお話は1868年明治維新後に飛ぶんだが、おいおいえらい飛ぶんだな。幕末の薩摩の動きは複雑回帰で、これ説明したら10分で足りないんだよ。このネタのメインの大久保さんの動きは倒幕までは西郷さんのシャドウだし、仕方ないわね。安倍川持ちで我慢してやるか。西郷さんと大久保さんが最初にやったのが明治天皇の教育改革。教育改革？なんでまたそんなこと。明治天皇は江戸時代はこんな風だったのさ。これは嫌だ。京都で公家生活だったからな。近代国家の元首らしい言動と勝負の気風を育てるため西郷さんが教育係になったのだぜ。崖に追い詰めてな、誤解とぼ解って無茶やらならかったんでしょうね。そこまでやったら天皇がバーサーカーになっちまうだろ。落馬しても痛いって言うなってことは言ったらしいが、馬から落ちたら痛いわよ。若読んでる雅な生活から朝起きたら乗馬に、武術ね、人前に出るときは西洋式の軍服。威厳があってかっこいいわ。次は廃藩置県。これが新政府を建てた人が本当にやりたかったことなんだけど、これがなかなか。なかなか何よ、難しいんだよ。地方では各藩主が独立政権を保っていて、こんな状態では列強諸国に攻められた時オールジャパンで防戦できないんだよ。でも藩を廃止するってことは殿様から領地を取り上げるってことだしな。強力な藩が暴れ出したら新政府は崩壊するわよ。そこで明治2年1869年に綾子を退した妥協案の藩籍奉還が行われた。これは殿様たちは地藩寺と名前を変えて、形の上では政府の代わりとして各地方を治めるというものだった。でもそれじゃあ殿様たちは地方にいて地藩寺として自治権握ったままだし意味ないわ。やはり新政府は完全な廃藩。中央集権体制を目指して明治4年1871年廃藩置県を断行。地方に都府県を置いて新政府が任命した知事を送った藩は完全に日本からなくなった。殿様たち抵抗するわよ絶対。新政府は薩摩、長州、土佐、肥前から兵を集め、東京に天皇直属の御新兵として大正には西郷さんが就任し、各藩に強力な圧力をかけた。それじゃ迂闊に反抗できないわね。逆らったら強敵にされて潰されちゃう。それに多くの貧乏な弱小藩は廃藩置県に飛びついてきた。なんでまた。多くの弱小藩では幕末まで来ると財政赤字がひどくて、禄の支払いも厳しい状況で、殿様たちはできることなら藩政を投げ出したかったのさ。でも有力藩の殿様はそうはいかないでしょ。でも強敵になって西郷と戦えないからな。それで薩摩の島津久光公なんか大久保西郷に対して激怒。そりゃそうよね。薩摩の殿様なんか薩摩を国勢に参加させろって運動してただけで領地取り上げられるって思ってないもの。西郷、大久保にとっては殿様を裏切る形になってしまって、それでもまだこの国をどうするのか答えは見えない。それでどうしたの。大久保利通、木戸孝允らは岩倉使節団として海外視察をすることになった。西郷さんはお留守番ね。明治4年11月に大久保、木戸、伊藤博文、岩倉智美らは後を西郷の留守政府に任せ西洋諸国へ旅立った。岩倉使節団については面白い話がたくさんあるから別動画でやりたいわね。大久保はイングランドで、日本と同じ小さな島国のイングランドがなぜ世界最強の国であるか理解した。それは何なのよ。それは英国全土に建てられた近代工場の供給力と、民衆が政治参加しつつ王権が成立する立憲民主制。立憲民主党だったら偉いことだけどな、3日で滅んじゃうわよ。読みの鋭い大久保はその工場の供給力を支えているのが、全国に張り巡らされた鉄道とリパプールの巨大な港などの交通インフラであることも見抜いた。確かに鉄道がなけりゃ工場も作ったもん運べないし、港がなけりゃ原料が外国から入ってこないわね。ぜひ日本にも近代工場と鉄道を整備せねばと大久保が思った時、日本から大変なことになってるから帰ってきてくれと電報が。さあ、盛り上がってまいりました。
ということでここからの話も長いので後半に続くのぜ。どういうことなんだよ。幕末の話すっ飛ばしてその上後半に続くって。仕方ねえだろ、大久保利通の話は長いんだよ。第一てめえが石化とかするからだろ。仕方ないわよ、10万円もらえないんだもん。それにてめえをハギ一人でかっくらいやがって、私とヨウムにはきなこしか残ってなかったじゃねえか。何よきなこ餅みたいな頭してからにこのパツキン。うるせえパツキン。